こんにちは、兄です。今日は SH フィギュアーズ特命戦隊ゴーバスターズブルーバスターで遊んでいきたいと思います。ブルーバスターは岩崎龍二が変身してなるんですけども、能力的には力持ちっていう感じですかね。確か両腕がねムキムキってなる感じで、でまあ強くなるんですけど、ただ体を冷やしてないとムキムキやってると熱暴走してしまうっていう弱点があります。でまあ熱暴走するとどうなるかっていうと、もう見境がなくなって敵味方関係なく、まあ、大暴れして最終的にはオーバーヒートして倒れちゃうっていう、まあそんな感じですね。パッケージはゴリサキと一緒でブルーバスターの顔になっています。裏側はまあアクションさせた写真と説明が軽く書いてあります。それでは開けていきます。はい、ブリスターはこんな感じです。でこの感じどこかで見たことあるんじゃないかなっていうところで、はい、レッドバスターを出します。この2つ並べてみると、まあ、全く一緒なのが分かります。替えの手もね一緒ですし、まあ言っちゃえば体も形は一緒です。でまあ色が違うってだけですね。なので新規造形は顔だけですね。まあ、生産ライン的にはすごい楽な感じですよね。もうこっから下は全部同じラインで作っていって、顔だけねそのまあ変えればいいっていう、まあ、形になってます。中身についてはレッドバスターの動画の方で紹介してますので、まあ、そちらの方をね説明欄にリンク貼っておきますので見ていただければと思います。それでは細かく見ていきます。まずは顔なんですけども、サングラスをね、まあ、ゴーバスターズみんなかけてるんですけども、レッドバスターとちょこっと形が違います。ちょうどこの真ん中あたりですかね、ここら辺が少し違います。で全体的な顔つきはねそんなに違いはないかなっていうところはあるんですけども、まあ、頭部の部分がねその、まあ、モチーフになっているゴリラがねこう書いてある感じで、で若干頭のてっぺんの部分が平らな感じかな、それぐらいですかね。はい、で特に後ろとかはねモールドが入ってるとかそういうのはなくて、すごいシンプルな形です。次はまあ上半身下半身なんですけども、ここはねレッドバスターと全く一緒で色が青いだけです。はい、で、まあレッドバスターの時にもね指摘しているんですけども、ここの関節ですね、ここの部分がまあ本来ならば青と銀になってなきゃいけないんですけども、まあ、黒くなっていると。通常戦隊もののアーツは、まあ、体、まあ、成形色の赤だったとすると、ここも成形色の赤を使って、まあ、全体的に同じ色に揃えるんですけども、このツートンになってるっていうところで、まあ、多分青を使うのか、まあ、銀はねちょっとないので灰色の成形色の、まあ、関節にするかっていうところで、まあ、選択を悩んだんだと思うんですけども、多分グレーの成形色は気持ち悪いと思うんですよね。で青にした時に、まあ、どうだったのかっていうところではあるんですけども、まあ、最終的にそのツートンができないから、まあ、このね黒で落ち着かせたっていうところでしょうかね。まあちょっとね目立つといえば目立ちますよね。足回りも基本的にレッドバスターと一緒です。大きな変更点はないですね。足裏のパターンはありません。次は可動なんですけども、可動についてもレッドバスターと全く一緒なので省略したいと思います。一応気になる点だけ言っておきましょう。まずはここのベルト部分ですね。ここの部分がせり出しているために手をねまっすぐ上げれなくて、だんだんこう開いていっちゃうっていう感じですね。次は胴回りです。胴回りの可動がほとんどなくて前にかがむことができないです。次は股関節周りなんですけども、足を上げた時ですね、まあここまで上がっているので十分といえば十分かもしれないんですけど、戦隊アーツってもっと行くんですよ。ここぐらいまで行くんですけど、まあここのねまあ、スーツの、まあ、垂れ下がってる部分、これが当たってしまって、まあ、ここが限界っていうところでしょうかね。まあこれはね他の戦隊アーツを見なければそんなには気にならないかもしれないです。最後に足首です。ボールジョイントなのでちょっと安定性が悪いです。SH フィギュアーズブルーバスター遊んでみての感想なんですけども、頭部以外は全てねレッドバスターと一緒なので、感想もレッドバスターと一緒といえば一緒です。可動の面でやっぱり気になるっていう感じでしょうか。ブルーバスターが大好き、あとはゴリザキとね一緒に並べたい、そしてゴーバスターズね全員並べたいっていう方は、まあマストアイテムですけども、単体でいくとレッドバスター同様ちょっと気になるところが多いかなっていうところです。あとは魂ウェブ限定だったので、やや割高感を感じたかなっていうところでしょうかね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。